誰も傷つけないロボットみたいな、自由気ままに生きていくロボットっていうんですかね。現代のテクノロジーとはちょっとかけ離れた愛される造形。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は造形人鈴木幸宏。学生時代にインダストリアルデザインを学んだ彼は、今までもさまざまなデザインを手掛けてきたという。もともとキャラクターの原型師をやってたんですね。他人のキャラクターの原型を忠実に再現するっていう仕事なんですけれども、そうするといろいろストレスが溜まってきちゃうんですよ。それを自分でキャラクターを作ればね、アプルバルは自分だから自由に作れるじゃないですか。それでそのストレス発散のために自分で作り始めたんですよ。ストレス発散のために生み出されたキャラクター、しかしそこにはあるこだわりが。武器は持たせないですね、戦うことをしないロボットですか。でもみんながこう集まるとなんか一つのことが出来上がるっていうのにしたいなと思ってるんですね。やっぱ人間臭いとこがあっていいと思うんですね。で、今はもうロボットって言ったらもうテクノロジーの塊じゃないですか。じゃなくてもう弱虫だったりとか、内気なロボットとかいてもいいんじゃない。本当人間と近いところがあって共感できれば、人の感情に入っていけるかなと思って作り始めて。完璧ではないロボット、そんな考えのもと最近力を入れているキャラクターが、電子部品の、キャラクターなんですね。多分誰も目がかからないキャラクターだと思うんですけれども、ちょっと作ってて面白いなと思ったのは、電子部品っていうのは1個単体じゃ全然仕事しないんですよ。基板の上にいろんなコンデンサーとか抵抗とかですね、トランジスタとか乗っかって電気を通すことによってなんか一つの作業ができるっていう。だから社会と同じだと思うんですね。みんなこう一つ一つ、特徴がある人たちが集まって一つのことが出来上がるっていう、それをちょっと基板の上でね、物語を作ったら面白いんじゃないかと思いまして、で作ったキャラクターが基板児。現代社会にも通じるロボットを生み出し続ける、そんな鈴木幸宏のブレイク前夜。まだずっと書き溜めてたキャラクターがたくさんあるので、それを徐々に時間がある限りちょっと作っていきたいなと思っております。終わんないです。死ぬまで終わんないと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト松下徹のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。